ラシャ。いよいよお出ましか。ヤシャ、あなたは新宮寺さくらさんですか。そんなこと、刀を交わせばわかることでしょ。あなたが新宮寺さくらさんなら、私があなたを正してみせる。そして新宮寺さくらさんでないのなら、あなたを打ち倒し闇を払ってみせます。打ち倒す。何がおかしい。あなたたちは何も分かっていない。玄庵様に挑むということがどういうことかを。一体何を言って。こういうことですよ。まずは一匹。アナスタシア。そんな、機体の生命信号がありません。え、嘘だ。こんなにあっけなく。ゲントが近づき、玄庵様の力が解放された今、私には勝てませんよ。アイスドール、裏切り者にふさわしい最後でしたね。アナスタシアさん。そんなに嘆く必要はありません。すぐにあなたたちも同じ場所に行くんです。そう、正義ごっこはもう終わり。正義ごっこ。さくら、悲しむのは後だ。お前まで死ぬぞ。神山、命令を出せ。ヤシャを倒すんだ。分かった。行くぞ、みんな。ヤシャを撃破する。了解。弱まり、私の魔力も満たされました。遊びは終わりです。なんだ。これは魔力解放、幻想竹三日月。あの魔力は今までとは桁違いだぞ。何これ。かわいそうに怯えているのね。今楽にしてあげます。アザミさん、危ない。クラリス、クラリス。アザミさん、大丈夫ですか。アザミは平気。アザミさん、怖がらないで。私たちは、花組は絶対に負けません。必ず。クラリス、もういい。無理に喋るな。必ず勝つ。クラリス。美しい友情。無駄死になのにまるで喜劇ね。アザミ、無茶だ。クラリス見てて、絶対勝ってみせる。核だ。見事な体術ですね。でも、お子様はもう寝る時間よ。アザミ、アザミ。これで3匹目。ごめん、何もできなかった。足を引っ張った。ごめんなさい。そんなことはねえ。
見せてくれたじゃねえか。仲間の思いをつないで人は強くなれるってことをよ。そうかな。だったらちょっと嬉しい。アザミ勝ってね。みんなアザミの最後のお願い。アザミ、アザミ残りはあなたたちだけ。もう諦めなさい。アザミが教えてくれた心をつなぐことも力になる。思いが力になる。面白い冗談ですね。わからねえか。闇を。よく頑張りましたが、竹三日月の力には及ばないようですね。こんなに頑張ってもダメなの？人間なんて儚く脆いもの。人間は弱い。なんて惨めな存在なのかしら。笑うんじゃねえ。人間は確かに弱いさ。すぐに死んじまう。お前らのような能力もねえ。だけどよ、人間は大切な人の思いを受け継いでどこまでも強くなれるんだ。みんなの熱い命の炎は私の胸に宿り、私を強くする。誰ごとを。見せてやるぜヤシャ。限りある命だからこそ限界まで輝く炎を。ハトは、アナスタシア、最初はブアイスのやつだと思ったけど、熱い心を持ってかっこいいやつだ。アザミはいつもいつもうるさくてよ。でもその明るさにいつも助けられてた。クラリス、口が悪いのはたまに傷だが、お前の脚本の優しさは世界一だぜ。バカな、この圧は何なのですか。この力は。しっかりしなさい、神滅。アナスタシア、アザミ、クラリス、みんな大好きだぜ。私に最後の力を貸してくれ。バカな、私の魔力が尽き、竹三日月が消える。貴様、この力は。女の意地ってやつよ。私はもう立てねえや。そんなこと言わないでよ。やだ、やだよ。行かないでよ。しっかりしろ。神宮寺さんを元に戻すのはお前の使命だろ。ハチは、さくら、生まれ変われたらまた友達になってくれよな。あの大きな桜の下で待ってるからさ。絶対に、絶対に会いに行く。約束だぜ。玄庵様の力がなくとも負けはしません。たった二人で何ができるというのですか。お前には分かるまい。俺たちに宿っている力が。行くぞさくら、夜叉の因縁に決着をつける時だ。はい。魔力が足りない。夜叉の魔力が戻るまでの時間がさ、みんながくれたこの時よ。 あなたたちの、はい、いけるか。えいよっ、ちょっ、はい、よ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 
くれたのですから。違う、前のあなたは正義のために未来のために戦い続けた人、永遠の命を与えられたからと自分の心を曲げたりなんかしない。小娘夫人が分かったようなことを。何が前のあなたですか。そのようなもの存在しない。私はヤシャ、玄庵様のしもべです。十郎さん、刀を貸してください。わかった。やっぱりあなたはさくらさんじゃなかった。さくらさんはたとえ闇に飲まれても自分の正義を貫く人。分かっていたはずなのに疑った自分が恥ずかしい。決着をつけましょう、ヤシャ。私は今あなたを、自分の弱い心を切る。何が起こってるんだ。ハツホ、クラリス、アザミ、アナスタシア、みんな本当にありがとう。受け継がれた思いを胸に私たちは進み続ける。次回新桜大戦最終話、心を継ぐ者。大正桜にロマンの嵐、帝国歌劇団出撃せよ。